こんにちは。今日はこんな感じの、なんていうんですかね、袋にこの横待ち、こういうちょっと上に行くにつれてちょっと広がるような横待ちのこういう感じの袋を作っていきたいと思います。これは中にトルベも仕込んでるので、音フェチの袋にもいいかなという感じの袋です。でね、今回ちょっとこれ自作で作って、ここに紐、歯止めするときに紐をねかませてこういう感じで留めようと思ったんですよ。でも紐が外れちゃって、ちょっとただの飾りになってしまったんですけど、だからちょっと今回はマグネットにしようかなって、も簡単な、だからここの留め金はまあお好きな感じで、本当はねミルクキャップとかつけておしゃれにしたかったんですけど、数が少ないミルクキャップだったのでちょっともったいないなと思って、今回はこんな感じでやってみたんですけど、今回今から作るのはマグネットでやってみますね。はい、今回ここのマチですね、このマチがちょっといつもと違う感じかなという袋です。はい、では今回はこちらのこれね、買ったんですけどずっと使ってなかったから、これをね使っていこうと思って、この下島のラッピングペーパーですね。どっちの柄にしようかなと。これ全部同じなのかな。あ、全部同じなんだ。あ、じゃあこれをこの柄で作ってみますね。なのでデザインペーパーを3枚使うんですけど、一応このマチの部分は2枚分の袋で使用できるので、はい、あと2枚足せば2袋ですね、作れます。今回は3枚とデザインペーパー3枚と、あとはトレペですね。中に仕込むトレペはこちらのダイソーさんのトレーシングペーパーを使います。これちょっと薄めですね、薄めのトレペです。はい、最初マチを外に出したんですよなぜか、なんていうんだろう、このマチは本当はちょっとねこうやってね外に出してたんですよ、こういう感じで。でもね、なんかね変な船型、なんかねちょっと変だったので、中に入れてみたら意外と良かったっていう感じになったので、やっぱ中に入れますね。はい、まずはこのトレーシングペーパーを一回り、周りをね全部カットしていきます。周りに両面テープ貼るスペースがあるので一回りずつぐらい、ほんの気持ちなんですけど、こんな感じでちょっとね一回りちっちゃくします。はい、そしたらこれをぐしゃぐしゃっとして、ボンドを、軽くでいいんですけど簡単にこんな感じでつけて、今同じデザインペーパーを3枚って言ったんですけど、中と外を違う風にするんでしたら、違うデザペどうしても全然大丈夫だと思います。組み合わせはねいろいろできるので、なんかいつも作る感じの袋にちょっとおしゃれな横待ちがあるよっていう感じの袋ですね。はい、こういう感じで適当にボンドをつけて、はい、そしたらこちらのデザインペーパーの裏にですね、まず一回貼っちゃいます。ピッチリ貼らないで、ちょっとふわふわ感が残る程度に貼ったら、そしたらこの
周り全部に両面テープを貼っていきます。これはね、5ミリのを使います。あのボンドで留めてもいいんですけど、この貼り合わせる時ってなんかあんまりめくれてきてほしくないので、私はね両面テープを使いますね。なんかミルクキャップ最近すごくお気に入りで、あのいろいろね欲しいんですけどね、なんかあんまり売ってるところがないのかなっていうのと、あとねお値段がやっぱそこそこしますね、まとめて買うと、うん、だからやっぱりまたあのシェリーさんで購入したんですけど、以前そうまたねあのシェリーさんのやっぱお店行ってみたいなってすごい思いました。そしたらあの自分のねお気に入りのシェリーさんのあの紙箔では1個100円で買ったんですよ、うん、だから自分で見て欲しいものを買ってきたいですね。いやもっといっぱい買ってくればよかったなって後々後悔ですね。はい、そしたら一回ちょっとなじませて、はい、そしたらですねまたねここの上にちょっとボンドします。あのボンドって乾いた時にパリパリになるので、この音フェチの袋にはボンドがお気に入りです。こちらのデザインペーパー、向きがある場合はちょっと気をつけてください。これ向きないデザペなので、はい、貼っちゃいます。まだ両面テープ剥がしてないので、ちょっとこういう感じで合わすチャンスというか両面テープ剥がしちゃうとね、なかなか、うん、はい、そしたらここもちょっと軽くね、あんまりシャリシャリ感を消さない程度にしたら両面テープを剥がします。あ、このデザペ可愛いですね。うん、すごく可愛い。忘れてたはい、そしたらまたあの両面テープで貼ったところはこんな感じで押さえて剥がれにくくして、でね、あのやっぱりこうやってちょっとずれちゃうんですよね、ここ。あ、気にしないで大丈夫か。このぐらいでしたらね、もし気になるようだったらもうこの時点で切っちゃった方がいいですね。はい、そしたら次はこういう感じで、まあ、適当にねこうやって折ったんですけど、で蓋の部分がこういう感じで、今日は作り方動画なので適当ね、あれなのでだいたい5センチですね、うん、蓋のところ5センチ取ります。5センチぐらいのところで折ります。こんな感じですね。こっちが蓋ですね。そしたら今度は蓋の部分を折るんですけど、ちょっと今回あの上のね、あの横待ちがあるので物がいっぱい入れるような感じの袋にしたいので、ちょっとここのね、なんていうんですか、この隙間、蓋こういうやるんですけど、ここにねぴったりではなくて、ちょっとこのぐらい、これ5ミリぐらいですかね、ここから、うん、ちょうど5ミリぐらいのところで折る感じにします。あんまりギリギリだとね蓋が閉まんなくなっちゃうので、はい、こんな感じですね。このぐらい、結構5ミリちょっと空いてるかもしれないです。こういう感じで、こういう感じですね。はい、そしたらある程度折り目とかをつけたら、横がやっぱちょっとはみ出てますね、ここ。ちょっとここだけ切っちゃいます。そしたらですね、今度はもう一枚のデザインペーパーをまず半分に折ります。で使うのは半分だけなので、半分に折って、あ、そっか、間違えた、間違えました。まあとりあえず半分折っちゃいますね。
で、これ切っちゃいます。で、半分は使わないので、もう一個作る時の取っておくと2個分作れるので、はい、これは取っといて後でもう一個作ります。そしたらですね、今度はまずこれを、このペーパーをこの長さ、この袋の長さのところの大きさだから、ちょうどこの大きさですね、ここので、折って、こんな感じで折って、で、ね、こんな感じで切っちゃいます。このはがみ、はがみ集めてまたなんか袋作りに使うので、こういうのは私取っときます。はい、そしたらですね、これをまた半分に折って、半分に折って、あら、なんかすごい長さが違うんですけど、ええ、なんかすごい、え、半分に折ったつもりなんですけど、不思議だ不思議です。これを半分に折ったら、ただまたさらに半分に折ります。で、これこんなに違うんですけど、大丈夫かな、あ、ちょっと短いけどしょうがないですよね。なんでだろうな、ちょっとここに合わせて切っちゃいますね。なんか間違えちゃったっぽいんですけど。そしたらですね、これを2個作ります。こういう感じで、ここがまちになるところですね、まちの部分。そしたらここを、私はね、また両面テープ使うんですけど、ボンドやね、糊とかでも全然大丈夫です。まあ、このよう折った状態のを2枚作ります。はい、今回これ A4 サイズのデザペで作ってるんですけど、あの折り紙サイズでも、あの同じですね、やり方は。長さが違うというだけで、はい、はい、私はこのこういう感じでつけました。そしたらこれとこれをちょっとだけ中のりしようかな。これを折って、ただ両面テープも剥がして、この形の袋ってなんて表現したらいいんですかね。なんか知ってる方いたら教えてほしいです。なんか平袋とはちょっと違うんですかね。封筒っていう言い方で合ってんのかな。なんかいつもね、悩むんですよ。平袋ではないですもんね。封筒でいいのかな。なんか正式名称でちゃんとお伝えしないとなっていつもね思ってるんですけど、はい、こんな感じでちょっとね、強度が増すので半分に折ったのを使いました。そしたらですね、今度はこれをまたさらに半分に折って、半分に折っときます。まずね、ここまでやったら
半分に折っといたら、そしたらですね、今度はこちらをですね、ここのこっちとこっちに両面テープを貼るんですけど、この貼るときにここをね、ちょうど貼るところちょっと印ねつけとくといいです。ここまで貼っちゃうとベタベタが出ちゃうので、ちょっとこの辺ですね、中側のところ、さっきね失敗したので、こういう感じでここに印つけて、ちょっとさっきより太めの、これは7ミリですね、両面テープ、あ、全然5ミリでも良かったです、どっちでもいいんですけど、こういう感じで、でこっちの反対側にも一気に貼っちゃうと、あの剥がせなくなっちゃうので、一回ねここで区切って、こういう感じで貼るので、こういう感じですね、この端に両面テープをつけて、これね最初にやっとかないと、後でやるとちょっと最初やった時めんどくさかったので、ここの広げた状態の時に両面テープ貼っとくといいです。でさっき印つけたここまでですね、そう、ここまで最初貼っちゃったらベトベトが寝てちゃって、もうね本当にね最初はすごい間違えるんですよ、いろいろ。はい、こんな感じで貼ったら、はい、こういう感じですね。そしたら今度こちらのところに来て、今度は、あ、そうだ、このまたここで両面テープ貼っときますか。この折ったところのこのこっちとこっちですね、ここにねまた同じように端に両面テープを貼っときます。 0.5 でも良かったかな。両方とも同じように、はい、こんな感じですね。ここに両面テープ貼ったら、そしたら今度はその最初ね失敗したっていう、こういう感じにねバチをつけようと思ったんですよ。こういう感じ、ちょっとなんていうの、船型っていうんですかね、はい。そしたら、あ、そっか、最初ちょっと短く切っちゃったから切るとこないですね。うん、最初のこの作った時はこれがねちょっと大きかったので、ここをねこうやってこういう感じで合わせた状態でちょっと斜めに切ったんですよ。でもこれはみ出てないのでこのまま使っちゃいますね。なのでここのこの下のところがこういう感じでぴったりになって、ちょっと説明がわかりますかねこういう感じですね、斜め下のところに入り込んでる、こういう状態でこのぐらいですね、このぐらいわかりますかね、自分で何言ってんだかそしたらですね、さっきの両面テープを剥がすんですよ。そうだから、私はさっきやった時はもう最初にここの貼ってある両面テープを剥がします。でこれも剥がします。だから一発勝負なんですけどこっちがまだ剥がれてないので、こっちに合わせて、まあこういう感じですね、目で見ながら、ここの角がここに当たってこういう感じで、このぐらいかなってところでつけます。こういう感じ、まずこっちの中側をつけちゃったら、このちょっと本当分かりづらくて申し訳ないですすいません、何度も見てもらってこういう感じで貼れました。そしたらさっきのもう剥がしてあるので、こういう感じですね、こんな感じ、こんな感じです。ちょっ
と今失敗したなと思ったのが、ここがちょっと両面テープが出てる。あ、そうだ、後でこれはそっか、ちょっと失敗した。なんかいろいろすいません、失敗して。ここにさっきマステ貼ったんですね、この入り口のところに。どうしようかね、別に貼らなくてもいいんですけど、今回、後でちょっと貼りますね。このちょっとベタベタ感があるので。そしたらですね、反対も同じようにやるんですけど、まずどちらでもいいんですけど、あ、そっか、まずこっちの剥がして、でこの上に貼る方のこういう感じです。分かりづらいですよね。こっちが剥がれてます。でこっちが剥がれてます。でここにセットして、このぐらいかなってところで貼っちゃい、まずこっちをね貼っちゃって、でこの中を剥がして、この剥がして剥がしてとかすごくめんどくさいんですけど、もう一発勝負で私は結構やっちゃうタイプですだから全部の両面テープ剥がして、なんかあんまこうやって言うとね、分かりづらいですよね。こっち剥がしてこっち剥がしてとか、意外とね、一人でよく見てやればよくとか言ってすいません、私がね間違いやすいので、一人でこうやってやってる時はもう一気に剥がしちゃってガッてつけちゃうことが多いですね。はい、ピンクにします。マステを貼る入り口のところ、ちょっとねこの両面テープがベタベタするかもしれないので、さっきの、この位置ですね、ここの位置までマステをこの感じで貼ります。なんかここ本当に説明が分かりづらい分かりづらい。でも最近テロップがね自動でつくようになったので、もしわからない方は上の CC マークを、右上にね CC マークがあるので、そこでね勝手に自動で字幕つけてくれるんですよ今は、だから最近字幕にあんまつけてないんですけど、ありがたい。あ、ちょっと失敗した。なんか試作品いっぱい作ってる割には本番でも間違うんですよね。はい、はい、ちょっと入り口のところだけねこういう感じでマステを貼りました。そしたらですね、今度はこれをキュッてキュッて押して、もうあとはこうやって折り返すだけです。ここね、これはねめっちゃ簡単です。こうやって折り返す、そうするとねここがまちになるので、でこっち側も一回ねこうやって広げて、この真ん中のところをキュッて入れて、ここのねラインに合わせて、こんな感じで合わせて、そしたらもう真ん中折るだけです。そうするとマチができます。こんな感じですね。でいつもだったらこの斜めにして、斜めにしないマチなんですけど、ちょっと今回はこの斜めにしたっていうのがいつもと違うかなっていう感じです。こんな感じ、中が見やすいよって感じですね。はい、でこういう感じ。上がね開くにつれて、上のところがちょっと広めのマチだと、で開いた時にね中が見やすくなるので、はい、こんな感じですね。で今回は簡単に押しピンとか割りピンとかそういうのでねつけても可愛いかなと思ったんですけど、マグネットでちょっとね強度っていうか、中に、ね、物がいっぱい入る用の封筒なので、この2箇所にねつけます。こんな感じで、なんかこれあったんですけど、このマグネットなんかあんまり合わなかったんですけど、なんか今日あった急にこんな感じです。はい、こんな感じでちょっとね広めのマチ付きの封筒ですね。はい、
ちょっとね、この貼るところちょっと変にめんどくさく説明しちゃったかなと思うんですけど、全然簡単なので、ちょっとねこういう感じで斜めにして、まあパッとつけちゃってこうやって入れ込むってだけなんですよ。はい、わかりましたかね。もしわからなかった方、あのコメントください。はい、ちょっとね大きめのものとか、なんだろう、結構物が入るっていう感じですかね。はい、こんな感じ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。